生です、サクサカです。おぶつレストランです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあいきなりね、しどろもどろですから。はいはいはい、はい、まあトリオなんて急に組まされたからさ、はいはい、トリオなんてやったことないじゃん。やったことないですよ。いや、トリオのルール知ってる？トリオのルール？ツッコミがいて、ボケがいて、大ボケがいる。なるほどね。まあツッコミは増田じゃない？あ、じゃあ俺やるよ。そうですね、うん。で、ボケはどうする？まあ後輩だからな。あ、そうっすね、うん、だからさきたかがボケやって、はい、で、大ボケやろうか。はい、大ボケ？うん、いける？大丈夫っすよ。大丈夫だよ。大丈夫っすよ。大丈夫っすよ。まあね、最近ついてる話があるんですよ。ついてる話。僕パチンコやるんですけど、うん、まあ1000円入れただけで5万円勝ち、うん、すごいっすね。すごいでしょ。5万儲けたってことですか？そうそうそう。じゃあおごってくださいよ。おいいよ。チロルチョコ5000個やだよ、お前。なんで5000個もおごんなきゃいけないんだよ、お前。いい子ボケ出すな。そうでもなかったよ。そうでもなかったんだよ。大ボケいきます。あ、ハードル上がっちゃった。やべえ。これ5万儲けなんだったら、うん、怒ってや。あ、いいよ。5円チョコ1万個。あんま買わんねえ。いや、おかしくないよ。おい、さきさか、うん、この発想なかったろ。その発想なかったです。発想一緒だったから、チョコだもん。チョコで一緒だったから。いや、全然上手じゃないんだ。プチに決まりましたね、今。決まってねえ。じゃあ今のもう一回やりましょうよ。なんで同じことやんなきゃいけないの。もう一回同じのやらす小ボケいいね。ありがとうございます。今ボケだったの。大ボケいきます。あ、大ボケ、はい。マスヤン、はい、3回やろ。いやいや、数変えただけだから。おい、さきさか、この発想なかったの。その発想なかったです。あ、こいつ数でしかボケられない。大丈夫かな。面白いな。なんでボートこいでんの。いいよ。いつかわかんない。お前なんでツールドフランス目指してんの。自転車始めちゃったけど。いや、マサさん、マサさん、もうそんなことより、うん、とりあえず帽子脱ぎましょう。髪型だよ。こういう髪型なんだよ。いい子ボケ出すね。ありがとうございます。まあ、今のは良かったよな。マスター、そろそろこの、うん、あれ、ねえのかよ。ないのかよ。この発想なかった。なかったです。いや、サクサクサク、本当になかったんだよ。今なかったんだよ、お前。麻雀始めたんねん。意味がわかんねえよ、お前。滑ってんじゃねえよ、お前。ボートは後輩のやつだろ、お前。後輩が受けたやつこうやんじゃねえよ、お前。うん、じゃねえよ、おい。ちょっとちゃんとやってくれよ、お前。ちゃんとやりたいんですけどね、うん、なんかツッコミがいまいちだからね。なんか良くないんすよね。一番頑張ってたろ。もうツッコミいらないですよ、こうなったら。いらねえの。変えましょう、変えましょう。うん、変える。小ボケ、大ボケ、うん、フェンシングにしましょう。フェンシング？フェンシング？フェンシングにしましょう。意味がわかんない。いい小ボケ出すんだ。ありがとうございます。意味がわかんない。大ボケいきます。小ボケ、大ボケ、顔でフェンシングにしましょう。いや、お前だけだよ、笑ってる。最高じゃないですか、今。顔フェンシング。顔フェンシングってどうやるの。顔フェンシング、ちょっとやってみて。やんの。やりましょうよ。どういうこと。顔フェンシング。どうも、ありがとうございました。終わっちゃうのか。すごいよ、どうも、明日。